あ、ちょっとオンにしてるとずっと動き続けるから、うん、オフにしとかなきゃいけないんだよな。本日もイラストありがとうございます。ありがとうございます。いやー、また可愛らしい絵を。今回はあれかな、水風船かな。そうだな、水風船で、うん、でちょっと服とか、俺が本当に持ってる服そのまま描いてくれてるっていうね。あー、もう嬉しいね。すごい楽しそうに。そうだな、せっちゃんつーちゃんも描いてて、せっちゃんはもう今にも前の水風船を割りそうだ。でも優しいタッチでね、描いてくれた方も優しいんだろうなって。で、俺が面白かったのはそのバッグにさ、いろ、うん、今でもお皿いっぱい描いてあって、うん、ちゃんとこの辺にペヤングが、ペヤングもちゃんと描いてあったの。それがすごい面白かったね。ちゃんと見てくれてるっていうのがね、嬉しい。ありがたいです、ね。ありがとうございます。はい、まあ、今回もちょっと謎解き会ですよ。ああ、またね。やっぱりちょっといろいろ、前に進むために。はいはいはい。うん、まあ、前回は前の住人の方の話を聞きましたけど、うん、今回は、まだ俺ちょっとこれはすごい気になってる、光ってた、うん、風船で聞いてる頃に、思い出の景色って聞いたじゃん。あったね。はいはいはい、はい。場所、土地じゃなくて、景色、ね。頭の中に残ってる景色はどんなもんですかって言いたい。その後すぐ土地に聞いたからね。そうそうそう。確かにそうだったね。景色を、この言葉で聞いたらもっと、具体的に見えてくるんじゃないかなという。うん、ああ、そうだね、うん。だから何か、もしかしたらものすごいもう、はっきりと、なんつうの、わかる、うん、目印みたいな。目印があれば、わかるし。うん、すごいね。そこに迫るんや、うん。そう。これを聞いたらもしかしたらちょっと。だからお二人が心残りがって言ってるのと直接関係あるかわからないけど、とりあえず少なくとも記憶の中に残ってる思い出の景色ってどんなものだったのかを聞いとけば、ルーツというか。そうやね。わかるんじゃないかな。ああ、そっかそっか。これを一回、これは言葉で聞いたら。すごい、あれやね、うん、謎解きやね。そうです。これをじゃあ行きますか、早速。じゃあもう行っちゃいますか。はい、それでは行きましょう。はい。さあ、セッティングは完了しました。はいはい、まず、押し入れにあるのが、うん、お絵かき大好きセッちゃんためのお絵かきセット。うん、手前が映画ドラマ大好きツーちゃんための映画ドラマ見たいときは教えてくださいのぬいぐるみが1個。うん、奥がセッちゃん、手前がツーちゃん。昨日、セッちゃん、ウサギさんって言ってたんで。言うてたね。うん、またウサギさんにしました。また同じように。そっかそっか、うん。今笑ってた。でも今の俺は。あ、そっか。うん、左。豚さんはこれは答えたくないですね、うん、でたまにこの俺らも気になってんだけど、うん、ここで撮ると、うん、このカーテンのとこがなんつうの時空が歪んでるみたいなんですけど、これ合成だろみたいな言う人いるんですけど、違うんですよ、うん、本当にこのお前触りにってやってそう、本当にこれそのままですからね。でもなぜかここ撮るとそうそう本当になんか歪むんですよ。あ、確かにそのコメントあったね。そう、うん、でもこんなの合成できないですから僕ら。いや無理ですよ。何百万かかるかは。そこまで金はないです。うん、ドンキでなんか5000円ぐらいの人形買うのに俺らってこすってたのに、ね、金なくて編集でさえ俺スマホでやってるのに、うん、そうだな、普通の YouTuber パソコンでやってるのに、うん、そうだな、そこまで、うん、これそうなんです。だから歪むんですよ。でもここなんか知んないけど、まあそっか、なんかあんのかな、うん、まあまあまあ、じゃあこんな感じで、思い出の、うん、景色はということで、うん、あ、すみません、真ん中の質問が思い出の景色を具体的に教えてくださいと改めて、うん、前は木と海だったん確か、それが改めてどうなるか言葉で聞いてみましょう。もしかしたらこれで一気に、いや本当よ、進む可能性もありますから、そういう意味では楽しみやね、うん、それではいつも通り撮影に行きましょう。はい、それでいきます。はい、
例えば相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレてキャバ嬢にマジキモいって言われて、女王様にあの人最近産みつこないって言われてしまいですよ。まずいよ。もう人生の集大成する。俺お前みたいな人生送れないともうハゲてもいいよ。何よ俺だってもうハゲてきてる俺。今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。